ライオンラジオ、みちこちゃんの誕生日特別配信放送、元気にオンエア。はい、やってまいりました、ライオンラジオ。今日はみちこちゃんのお誕生日企画ということで、4月17日誕生日を迎えた寺田みちこ、みちこの、お祝いということで、みちこちゃんの今までの写真をお送りしたいと思います。こちらです。みちこはね、1980年に4月17日に生まれました。お誕生日おめでとう。ありがとう。はい、こちらですね。はい、そして今度は大きくなったみちこちゃんに行きます。せーの、大きくなーれということで、こちらです。わー、はい、みちこちゃんがね、今年で43歳のお誕生日を迎えることができました。ライオンラジオご視聴の皆さん、ひなチャンネル登録者の皆さん、ありがとうございます。今日の放送はみちこちゃんのね、成長記録ということで、こちらの幼かった時の写真と、こんなに大きくなった姿を皆さんに見ていただきました。はい、エンディングになりました。ティラチャンネルご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。おい、ともちゃん、なに、ライラジでね、使う私の写真あったよ。え、始まってすぐ終わりじゃないでしょ。ちょっと、え、何が、え、だってライラオンラジオってこれからだよ。それに主役は私だよ。え、だってもうあれだよ、みちこちゃん成長記録っていうことで、あの、幼かった時の写真とビフォーアンドアフターで大きくなった写真見せて、僕は成長しました、はい、もめだしめだしで、ライオンラジオ今日はこれ、みちこちゃんだったの。ふざけんなよ、これ言わんより笑いの写真じゃん、バカ野郎。え、だってなんかライオンちゃんがこれでいいって。うわ、ふざけんなライオン、お前リオンか。ライオンラジオ、みちこの誕生日配信、今度こそ元気にオンエア。はい、今度こそ本当にやってまいりました、ライオンラジオ。今日は、さっきね、あのフライングしてしまって、もう自分がね、よう、なんか ライオンがね、もういいよって言うから、これでだからもう誕生日企画や、今日は時間ね、特別だから短縮って言ったのね。そうで、やっぱり小学校の時もさ、授業でさ、夏休み前とか短縮になるじゃん、嬉しかったじゃん、だから特別な時って短縮だなんてわけわからんこと言ったから、これでね、やけにシンプルでいいなと思って始めたら、みちこちゃんが今なんか騒いでて、写真持ってきたから見たら、こんなにいい写真があったの、ね。まあ、みちこちゃんがね、今日はね、あの誕生日ということで、4月の17日誕生日だったわけですけども、みちこちゃんが生まれたのは1980年4月の17日でした。で、みちこは、ライオンラジオ、あとはテラチャンネルね、YouTube の、の番組では、どういうポジションかっていうと、主にアートだよね。そう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 。絵画とか、歌、そして、あとは、料理。料理。そちらの方をメインにやっていて、テラチャンネルグルメレポ、街レポでは、主に、パーソナリティとして、一応リポーターという形でご紹介とかいろいろやっております。そして、編集や撮影は私寺田智則がやっているんですが、みちこがアドバイスをしたり、構成をしています。そんなみちこが絵画、すごい絵画に興味があって好きなのを受けたんですけども、みちこは、いつぐらいから絵が好きだったんですか。もうだいぶちっちゃい頃からかな。なるほど。中学の時は絵をやってました。はい、美術部で、油絵とかそういうの。あ、やってたのね。はい、で、高校時代に美術をね、好きで絵を描いたりとかしていて、
独学でやってたんだよね。独学でね、はい。それで、二科展で新人賞を取ったことを皮切りに、もっと絵を描いてみたいと。はい。で、みちこは特にどんな状況の絵が好きですか？景色とかは。やっぱりね、山とか海とか、うん、まあ単純だけどね、でも心に染みるんですよね。そういうとこを手が好きと。はい。で、今ライオンラジオで、背景になっているこの絵画も全部みちこの想像画です。そう、想像画なんですよ。で、みちこがね、今ね、二科展で撮った絵を、これ雨の日のドライブだったね。そうそうそう、これを今ね、こちらにね、写してるわけですけども、はい。これを描いた時ってどれくらいの日数かかりました？多分1ヶ月2ヶ月だったような気が。ああ、結構ね、まあ、このどういうところが難しかったですか？あのね、水の色かな。色か。うん。ああ、特にこの高速道路なのかな、この道。そうそうそう、くねってる部分とかすごい、うん、あの難しいと思うんです。実際にね、はい、あんまり絵描かないか分かんないけれど、うん、結構細かいところもね、はい、いろいろ見て描いてるなと、はい、これがまみちくんの絵です。はい。で、 YouTube テラチャンネルでもね、随時絵の方はこれからもアップしていきたいと思います。はい。今現在はアマチュアアーティストとして好きな絵をたくさん描いていってます。はい。で、うん、これ私にで言えばいいんだよね。で、みちこの自己紹介ということで、はい、血液型は何型ですか？ A 型です。星座は？星座はお羊座です。で、4月の17日ということで、はい、ある人の命日がみちこの誕生日ですね。さあ、その人物とは？徳川家康です。どうする家康で、今ね話題の徳川家康、はい、ね、もう徳川家康というと、うん、270年間に及ぶ、うん、15代将軍慶喜に至るまで、はい、天下太平の江戸幕府を作った、まあ、はい、武将なんですけども、天下人ですよね。それにあやかってっていうことで、みちこもね、はい、正義感が強くって形なんですけども、はい、で、みちこは歌を歌ったり絵を描いたりしてるけれど、はい、その中でね、はい、年齢とともにね、はい、声が変わってしまっても嫌だとか、はい、まあ、このおばさんっぽくなりたくないとかってあるじゃないですか。あるある。で、みちこちゃんのその抱負っていうのは気持ち的にはどうなんですか？やっぱりね、うん、若さと新鮮さは絶対キープしたいのと、ああ、はい、みずみずとね、うん、そうそう、あとは仕草、うんうん、やっぱりね、そういうところも考えもね、おばさんっぽくなりたくないもんで、うん、絶対若さは保ちたい、ね、そうだよね、やっぱりね、この、うん、あの例えばね、手崎美紀子さんの歌で男子トイレも平気で晴れちゃう、どこに置いてきた羞恥心みたいなね、そのおばさんかのね、現象のことなんだけど、まあ、そんな風に恥っぽくなりたくないってやつだよね、いわゆるね、仕草とかもね。ですね。それも含めて、まあ、みちこさん、みちこは、うん、まあ、あのできる範囲でね、うん、そういうケアとかをね、気をつけたりとか、うん、やれる範囲で、まあ、これからも頑張っていくと。そうだね。やっぱりね、この若さ、初々しさっていうのは、うん、初心忘るべからずっていうのがある通り、はい、歌や絵にもそれは言えると思うんだよね。だからやっぱりいつも新鮮な気持ちでやっていくからこそ、うん、若さも保っていきたい、うん、そうですね。で、パワフルでいたい、うん、そうそうそう、若々しくいたい、痛い、やっぱりいつまでも心はね、心も見た目も、うん、やっぱり20代をキープしたいなっていうのはあるんですよね。あるんですよ、うん、はい。で、みちこが、うん、あの海水浴とかも好きなんですね。大好き。海のどういうところ好きですか？なんかね、うん、海のどういうところかはわからないけれど、うん、泳げるところ？泳げる。そう、よく行くのがね、愛知県の海、前知多のね、海を2年ぐらい前かな、3年前かな、うん、行ってきて、で去年は、はい、バームビーチ、うん、いや、そうだよね、西浦、蒲郡市ね、行ってきました、うん。まあ、これからもね、年に2、3回はね、海で泳ぎたいぞっていうようなね、気持ちをお持ちなんですよね。だよね、なんかね、うん、本当に、うん、泳ぎたいね。泳ぎたいよね。泳ぎたい。で、みちこはそんな感じで海が好きです。で、あの歌なんですけど、はい、今で作った歌もね、はい、今ね、みちこはボーカルスクールに通っていて、はい、で、私テラだと思ったのが作詞をして、シンガーソングライターの先生とみちこと私の3人で考えた歌を作曲して、みちこがボーカルとして歌うっていうのを今やっててね、はい、で、いずれね、この歌も広めていきたいなと思って、はい、今 YouTube でね、
配信をしながら、まあ、聞いてくださってる皆さんがいることが嬉しいなというわけなんですけども、はい、その中でも海を歌った歌がロングビーチ、ねうん、あれはね、みちこの海に対する思い入れを歌詞にして、みちこがその状況を考えながら歌っているっていう歌なんですけど、そうなんだよね。ロングビーチの魅力って、みちこさんから見て皆さんにお届けしたい魅力って何ですか？そうだね、ロングビーチっていうのは、うん、朝日から夕暮れ、地形中沈むまでの、まあ、そうだね、夜にかけてすごい、うん、やっぱりそれぞれの顔があるんだよね。そうだね、ただ時間でやっても海の顔が変わってくるしね。そう、うん、毎日同じようで同じじゃないっていうことかな、うん、ああそれをね、歌うっていうね、うん、やっぱこのドライブでね、走りながらね、過去を振り返りながらね、少年時代、少女時代、ごめん、みちこ間違えた、みちこ少年期言ってしまった、うわそんなね、歌をね、作りました。あとは遠くにいる海外の友達に対して歌った Keep I Feel You とか、はい、あとは心の行方とか、はい、あとはいろいろね、歌を作ってきました。でね、今もね、作曲中のね、歌もあるわけですけども、これからもね、いろいろ歌をね、お届けしていきたいなと思っております。はい、そして、みちこちゃんから2023年、はい、YouTube 始まってちょうど1年経ちました。はい、今日は、まあ、その YouTube 始まって、テラチャンネル始まって1年ということもあって、はい、当初3人から始まった登録者も、はい、今は250人を超えるまでになりました。その YouTube テラチャンネルとしてね、みちこが歌を作ったり歌ったり、はい、料理を作ったり、いろんなことにチャレンジしていく番組なんですけども、これからもよろしくお願いいたします。みちこからテラチャンネルを見ている皆さんに自己紹介、簡単な自己紹介をどうぞ。寺田みちこ、そう、もう43歳になったんですけど、まだ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 若いつもりで、で4月17日生まれ、お羊座 A 型です。はい、やる気満々で元気、はい、はつらつ。でみちこは過去にね、はい、ラジオ CM の声優をやったこともあったんだよね。あるね、うん、うん、で著作権があるのでその CM にも流せないんですけど、はい、みちこの声があれ良かったよね。ねえ、うん、そういう経験もあるので、みちこは声を出すことが好きです。はい、でそのね、声の発声練習もね、落ちていってはいけないので、ボーカルスクールの先生のところで練習しているわけです。そうですね、みちこも朗読とかやってみたいんだよね。やってみたいけどね、結構それでも、うん、疲れちゃうけれど、そうだね、うん、でもやりたいね、自分の不安以外ではい、そんな寺田みちこを今後もよろしくお願いします。では第2のコーナーに移りたいと思います。はい、4月17日、みちこの誕生日ということで、はい、ゆかりのある人物徳川家康公についてのお話に触れながら、はい、お話をしていきたいと思います。イエーイ。で徳川家康の命日でみちこが誕生日ということで、親しみを感じるんだよね。そう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 、で静岡っていう土地があるんですけど、久能山東照宮に徳川家康が祀られてる。ねー、すごいよね。で、まあ、東照宮つながりで、前回テラチャンネルでは YouTube の撮影でね、はい、静岡県浜松市へ行ってきました。はい、静岡県浜松市は徳川家康が青年期からの壮年期、はい、うん、約17年間を過ごした場所で、うん、浜松藩が亡くなったのは1868年、16代徳川家里公が駿府に移ってから、浜松藩が駿府藩に改められました。そこまでの歴史がある町なんですけども、浜松城っていうお城は、家康が17年間住んでいたことや、老中になった水野忠邦が浜松藩主だったこともあり、浜松藩主から老中まで上り詰めたということから出世城と呼ばれている。すごい。その浜松城のすぐ隣にちょっと歩いたところだよね、はい、東照宮あるよね、浜松東照宮、あそこがパワースポットと言われていて、浜松東照宮には徳川家康公と豊臣秀吉、はい、大
大光殿下の像があって、その間に立つと出世ができるなんていうジンクスというかね、はい、あるので、私たちも行って動画を撮影してきました。詳しくはね、こちらの浜松の街レポの方を見ていただきたいと思います。イエーイ。で、徳川家康というと、清和源氏を祖先とする武将です。で、武士は、源氏、平氏、立花、藤原、清原、などなど、あと安倍氏とかね、それぞれ祖師があって、はいはい、それぞれの末裔の方々がね、あの分家していって、はいはい、まあ、あの、武家と言われてるっていうのがほとんどなんですけども、はい、で、私、寺田智則、寺田家は藤原南家の末裔です。はい。はい、で、美智子の祖先なんですけども、はい、まあ、その武士つながりで自己紹介を貸しがてら出世を言うと、はい、先祖は兵士にあたります。お、桓武天皇を祖とする桓武兵士。はい、で、桓武兵士というと、はい、関東地方に勢力を持っていました。で、有名な武将で、935年、上平天行の乱で、撃たれた、はい、怨霊として恐られている平の正門公がいるんですけども、はい、その平の正門公の親戚にあたる、はい、平の牛文を祖先とするのが、美智子の先祖です。おー、その平の牛文公は鎌倉という、うん、あの一族に枝分かれし、はいはい、その末裔が福島に移り住みました、はい、そして、時を経て江戸時代、美智子の先祖は相馬中村藩士として藩士目録、すなわち文言帳に残っております。で、はい、幕末大政奉還が行われるまでの間、相馬中村藩士として君臨し、戊辰戦争、はい、会津戦争にも参加したと伝えられています。そんなね、兵士の秩序を引く美智子は正義感が強くね、はい、結構男前なところあるよね。ああ、もうそうだよ、うん、だから睨むこともあるね。なるほど。で、うん、まあ美智子はね、そういった兵士の末裔ということで、ね、うん、あの武士の魂を持っています。はい。で、私ごとなんですけど、寺田智則も、はい、もともとはね、あの寺田家は掛川をね、出世とする、はい、の武士だったんですけども、うん、まあ江戸時代は幕臣として徳川家康に仕えておりました。はい。で、まあ、武家武家つながりでね、もう武士っていうとやっぱりこの血が騒ぐ、はい、なのでこの前ね、浜松城に行って、はい、徳川浜松城にはね、ちょっと遠くで見るだけでね、うん、時間的に寄れなかったんですけど、うん、東照宮行ってきました。そうですね、徳川家康について、はい、美智子ちゃんが何かこの思っていること、どういうところを尊敬するかとかってありますか？やっぱり平和にしたことかな。天下太平の世を築き上げた江戸自体、うん、それはね、いろいろあるけれど、うん、やっぱりその当時が一番すごいんじゃないかなって思ってます。そう、徳川家康、実際江戸時代の話になっちゃうんだけど、はい、江戸時代は将軍を筆頭に、はい、老中、はい、あとは若年寄り、はい、大目付、はい、まあ、その他奉行などなどね、要職があったわけなんですけど、はい、あの実際に将軍が絶対的権限を持って政治をやったことって少ないんだよ。あ、本当？初代の家康、秀忠、はい、三代の家光、はい、五代綱吉、うん、八代吉宗などは有名だけれど、はい、それ以外は老中がほとんど将軍だった、うん、で老中は一人じゃなくて4人から5人の月番制、うん、それによって合議によって話が進められてたのね。あ、本当？今の内閣と同じかもしれない。ねえ、うん、総理大臣が全て決めてるわけじゃなくて、議会で決めるように、うんうん、老中やそういった人たちの話し合いで決めていたっていう時代だったのね。そう、それで、まあ、あのやってきたのが江戸時代、はいはい、で江戸時代が平和になったのは大体三代将軍以降だよね。あ、本当？そう、由井正雪っていう人が1651年、はい、反乱を起こしたのね、はいはいはい、それから武断政治を改め文治政治、はい、つまり、はい、文武両道、うんうん、文学を極めるみたいなね、平和的なあれに転じていった、はい、まあ、それに伴って武士がサラリーマン化していって、だんだんあの力も弱くなっていった、権力が弱くなったわけじゃなくて、この戦いを知らない、そうだ、ね、なっていったと、うん、そして幕府の時代も今と同じように公共と不況を繰り返しだったのね。あ、
で、不況になると旗本やね、うん、御家人たちも窮乏化していって、うん、札差し、まあ、つまりあの商人ね、うんうん、に借金をするようになったりとかしていったわけです。で、幕末は大政奉還が行われ、はい、慶喜が駿府に隠居、はい、その慶喜の子供だった家里は6歳にして第16代を継いだのね。すごいね。で、その後に駿府に移住で、それに伴って多くの幕臣たちが静岡に移ってきたと、はいはい、で、士族の将校といってね、失敗する者もいれば、はい、お茶を作って有名になったね、うんうん、人もいるし、それぞれがあったというわけです。はい、で、東照宮、はい。日本で一番の東照宮はどこ？あれ、栃木県。栃木県だよね。うん、はい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 。ヒント、お猿さん。岩月。そう、それ。何東照宮でしたっけ？日光東照宮だ。そう、日光東照宮。ちなみに日光猿軍団は有名でしたが、みちこは猿同士です。そうなんだよね。おい、みちこちゃん、遅くなったけどお誕生日おめでとう。ありがとう。おめでとう、おめでとう、おめでとう。いいわね。なんだ、誕生日おめでとう。なんかこれや、なんでそうなんでしょうか。私さ、なんだっけかな、確かね、宝石ダイヤモンドなんだけどね。はい、ダイヤモンドこれ。うん。おい、では第3のコーナーに行きます。第3のコーナーは、私、メインプロデューサーリーオンから、みちこちゃんに誕生日プレゼントクイズ。いいですか？みちこちゃん。はい。焼肉食べ放題。はい。はい、カニ、エビなど海鮮高級食べ放題、はい、最低ランク安いのはどっち？え、どっちだろう。どっちだけかな。焼肉ピンキリだよね。焼肉はピンキリで、あ、でも海鮮の方があれなのかな、高級なんですね。安い方はどっちってあるよ。どっちだと、どっちなんだろう。安い方は、安いコースがあるの。焼肉、焼肉だよね。焼肉スタミナ太郎さんとか ね、何回食べられるよね、うん、そうかと思ったら6000、7000のコースもあるけどね、お店によっては、ね、うん、だけどカニ食べ放題とか1000円以下って聞かないよね。うまい、聞かないね。っていうことはやっぱりお肉、正解じゃない。あ、正解、どっちだ、どっち、正解、焼肉が安い。でもそれ知りたい。なんでさ、あの、うん、海鮮の方が高いかっていう理由を教えてよ。いい質問だ。例えば動物園、あ、うん、東山動物園、大人料金500円、うん、確かに500円だよね。確かに名古屋港水族館も1000いくらかするだろう。結構高いよ。魚の方が高いってことだ。あ、すごい。だから海鮮が高いって言いたいんだお前は。そうだ、なるほど、うん、んなわけあるかいな。なんだそれ。え、みちこちゃん、なんだと思う。なんで水族館の方が高いんだろう。やっぱり泳いでるから。はぁ、あ、泳いだから高いの、ね、何がお金かかる。やっぱり電気代とかポンプ代とか、海藻代水代とか、水代とか、ああ、設備に金かかってるからか。あれ、そうなのかな。だから水道とかもかかるから水道感高いよ。高いんだね。いやぁ、何がのすけ、動物園は野ざらしか。そうだっけか。それによ、うん、透明するやつ透明させたきゃ飯代かかんなくてよくねえか。あ、確かに確かに。ねえ、そうだね。っていうことでライオン、お前透明しろ。俺は透明しろ。俺はライオンは透明をしない。おお、ライオン透明しろ。節約節約。そうだ、節約。俺は透明をしない。誰が一体このラジオをやるんだ。知らん。へえ、なんかさ、美穂ちゃん。はいよ。何？なんか、あの、魚で思い出したけどよ。なんで？うん、何何？なんかさ、ちょっと師匠に頼む。俺師匠って呼ばれてるんだ。うん。ねえ。何？今度さ、まるで師匠に食べに行こうよ。回転寿司じゃないところ。猿之助。あ？回らない寿司屋はな。うん。会計の時に、うん、目が回るんだよ。え？そうなの？違うよ。いけ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 。ブレーンブレーンブレーン。ピ
シーン。いった。美智子が怒った。みんな、こんなことしちゃダメだよ。どけ、ケンドスケ。俺とラジオだろ。あ、そうだ。はい。ライオンラジオ。今の話面白かった、美智子。面白かった。確かにさ、魚と肉っていうね。あれ、椅子がなくなってるよ、ケンドスケ。本当だ。焦げた。はい、ライオンラジオ。今日はね、みちこの誕生日企画っていうことで、簡単なね、みちこちゃんの自己紹介、そして、ライオントリビアで、さっきね、変なクイズとか、徳川家康にまつわるお話とかをね、ちょっとね、お話をしました。ライオンラジオ、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価お願いいたします。このライオンラジオでは、いろいろなお店の紹介をしたり、トークをしたりとか、あるいはお得な情報をね、発信したりしていく番組です。ぜひご視聴ください。テラチャンネル250人達成いたしました。これからもより良い動画が作れるように精進してまいりますので、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ライオンラジオ、また次回お会いしましょう。 DJ 寺田智則と寺田美智子です。よろしくだよ。ライオンの私奥さんルーナよ、ルーナ。おー、俺もメタモリックの親父。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録忘れないでくださいね。